小泉カのこいちゃん<ー>こんばんは小泉カズマ長野市議会議員でございます小泉カズマトークチャンネルこいちゃん今日も早速参りたいと思いますなんかね奥さんがね最近二人ぐらい友達うちに呼んでそれでなんか話聞いたら二人ともこいちゃん見てますってそう言ってくれた人本当に <laughs> ありがとうございます 面白かったと思ったらシェアしてください。小いちゃん。それが絆というものです。勝手に絆という言葉を解釈してますが、今日はね、あの、これね、これ、だだんだから、はい、誰得の保健所共同化ということでございまして、まあ、誰得ってね、これネットスラングだったりしますけど、一体誰が得するんだ保健所の共同化。 あの長野県に保健所があり長野市に保健所がありこれを一つにまとめましょうというのが最近ね長野市長と県知事阿部ちゃん阿部さんですねがねなんかそんな話つけてきちゃってねあ困ったねって小泉は思ってますでねあのね長野市って保健所あるんですよ皆さん知ってました知ってました知ってましたあのね長野市には保健所が2つあります 県の保健所、長野保健所。これ県庁近くのね、あのー、なんだっけ、ばな川沿いに立ってますで。小泉もそこにね、県庁としていたことあります。それから、長野市の保健所、長野県から独立して、中核市、1999年貸し取ったんで、自前の保健所を持つことができるようになりました。でね、これは、当時の、下町新聞。 1999年9月18日付なんですが、ここね、中核市のシンボル、長野市保健所。で、このね、ちょっと、傾向書が小泉が塗りましたけどね、こんなデカデカとした見出しになっちゃうぐらい、中核市って言えば保健所なんですよ、皆さん。で、ここ見るとね、えー、当時何で書いたかっていうと、えー、約2800項目の事務を県から引き継いだと。 中核市になったから権限異常がね、地方文献で長野市に来た2800円。あ、2800件。で、このうち市保健所に関するものが約6割を占める。こんだけね、県から長野市が中核市になった時に、事務異常があったもの、なんと60%が保健所なんです。そんだけ中核市になって獲得した権限、割合比率を占めているのが、 保健所業務なんです。非常に重要です。でね、あの、皆様の長野市民の健康を守る拠点、保健所設置した、そして保健センターをね、長野市はなんと12カ所持っている。こんだけすごいことをやっている中核市、なかなか他にないと聞いております。なんですが、 でねあの長野県がね長野市と一緒にやろうよってそれやった方がね無駄がないじゃんっていうことなんですけど長野県がどうしてねって一緒にやりたがっているか今頃になって1999年にね中核市になった時にじゃあそんな話しときやかってたんだけどなんそんなことしなくて今頃言ってきてるのは一つは法律的な整備ができてきたんだけどでそのね理由は何だって言ってるかとこれなんですよこれね。 あのー、ここに書いてあるのは、えー、長野県と長野市の保健所共同設置に向けてっていう、これ内部文書です。これね、取扱い注意未定行難って書いてあります。これはね、情報公開請求の成果です。小泉が調べました。独占取材です。で、ここによるとね、長野県は課題として管轄区域が長野市の周辺に虫食い、飛び地になっているんですよ。 でどういう状態かっていうとねこれがこれがザカザンとこういの方お手製の地図で手作り感ありありなんですがこのねこの青いところがいわゆる長野県のの保健所の管轄区域です確かにね飛び地飛び地ですよこの小川があって千曲市榊町があってこれで北行は信濃町飯泉町でしょで、えー、東京は布施があって高山のがあって須坂市があってこんなバラ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 になっちゃってる。 で、長野市は長野市はこの黄色いとこね、美味しいとこ、<laughs> 真ん中、ど真ん中、やらせていただいてますあ。それはそうですよ。だって長野市だもんね。で、長野県がいんこんなにね、遠慮しになっちゃっちゃ、やりにくってしょうがねえよ。だから長野市真ん中にいるんだから一緒にやれよって。そういう言い方なんです。でね、あのー、でもちょっとおかしくありません。 長野市は長野市でねこの真ん中のおいしいところを取ってうまくやってんですよ何の問題もなく不自由もなくそれは県のね支援はしかるべく受けてますよだけどその中で別に問題なくやってるんです一方の長野県はこれ見ればねこんだけなんか飛び地になっちゃって困ってんだよって言ってますよだから長野県が困って長野市に泣きついてきてんですなんだけど長野県がねじゃあ飛び地にしちゃったのは あとそもそも飛び地ができちゃったのは何でかって言えばで長野県はねその時何て言ってかっていうとこれまた別の資料なんですけどねこれね保健所のの統合ってこれ平成21年にやったんですけど要するに師書をね廃止保健所の師書を廃止して本書に統合しちゃった要するに廃止ですよ統廃合ですよその時何て言ったかっていうと 保険士業務の機能強化のため保健所支書を司書に通しますとね見えた見えた見えたここねなんですよでねこのまたさっきの飛び地の地図ですがここ見てくださいくま支書ってありましたね千曲司書でこれ須坂支書ってあるでしょ でこの飛び地って言ってる長野県のこの管轄地域にはもともと保健所の支所があったんですよあったんですあったから飛び地じゃなかったんですだけど飛び地にしちゃったんですよ長野県が好き好んで廃止して支所をだから飛び地作ったのは長野県の責任なんですよねそれ長野市に何とかしろよって言われたっておかず違い,ないしかも 飛び地にななっっっててて困らないよよことを当時は言ってたわけですよだって保健師の機能をこの長野保健所にね集約して保健所機能を本社機能をアップするんだから大丈夫 OK ってそういう理屈言ってたんですよ。だから今になって今になって飛び地で困ったから長野市なんとかしろもうね師匠廃止から6年も経ったからみんなそんな説明したの忘れちゃってだろうと。 思っていたかもしれないけどどっこい小泉は覚えてますからね元長野県庁職員ですからでねみんなねそこはね案外ね指摘しないんですよあの市町村の方もね長野市の方もだって当時市長を廃止するのはいいことだって市町村のためにとっていいことだって説明してたのになんで今こんな飛び散りになって困ったってことを言うんだそれ長野県の政治の失敗でしょう失勢じゃないですかって で当然の指摘をする市町村がなくて困っちゃってるもう長野県の思うそばです6年経ったらみんな忘れちゃっただって当時の担当者なんかみんなね転勤になっちゃうから転勤の移動ねなっちゃう当時のことなんか覚えてないでしめしめって長野県今まで今のところは思い通りに進んでっていうそういうひどい話がこれ誰得の保健所共同課ですだからね誰得って 見えてきましたよね市民にとってのメリットじゃないんですよ県庁のお役所の都合お役所第一主義小泉一馬市民第一主義七つのファーストを抱えてますからこういうお役所目線のね長野市のせっかく突っ込み立った文献主権地域主権それを長野県と一緒にやりましょうねなんてそんなねおためご貸し絶対に納得できませんから で、まずこれが1番ね。続きます。<music>